男性とその仲間は茂みの中でかわいそうな母犬を発見し、この野良犬は全身をロープでぐるぐる巻きにされていて、まだ赤ちゃんに餌が必要だと思った母犬は痛みに耐え、赤ちゃんと一緒に餌をねだった。ロープを体に巻かれたまま生きるのが辛いのは明らかです。ガリガリ痩せた母犬は非常に飢えていたが、餌を待っている子供たちに直面して、辛抱強く子供たちに乳を与えた。幸運にも、通りかかった男性とそのパートナーがこのかわいそうな家族を見つけた。男性が母犬に心を痛め、なだめようと手を伸ばしたとき、母犬は怖がるどころかまるで男性の助けを祈るかのように、率先して男性の手に顔を近づけた。おそらく母犬は相手が善人なのか悪人なのかわからないが、子供をお腹いっぱいにさせるために、勇気を出しておねだりを続けるしかないのだろう。男性が食べ物を持っていないことを見た後、母犬はがっかりして立ち去った。限られた時間で食べ物を見つけなければならないので、母犬は男性が前に食べ物を持っていないことを発見したとき、彼女は断固として離れるようになった。しかし、男性は母犬の家族を救うことを諦めなかった。彼はもう一度母犬に手を差し伸べて落ち着かせ、母犬もこの時男性の好意を感じたのだろう。男性の愛慕に直面した母犬は非常に従順に振る舞った。次に、男性は仲間と協力して、母犬が体のロープを外すのを手伝い始めた。ロープが外された瞬間、犬の首には明らかな跡があった。このような状況を見て男性は非常に怒っています。犬も生きている命であり、どうしてちゃんと扱ってやれないんだと非常に腹が立った。しばらくすると、男性は母犬の体に巻きついていたロープは全てを外された瞬間、母犬は再び歩き出した。おそらく母犬から見れば、自分の体はどうでもよくて、お腹を空かせた子供たちのために、一刻も早く食べ物を見つけることが最も重要なことなのだろう。ありがたいことに、二人の男は母犬を救う決意を固め、すぐにうまく役割分担をした。一人は母犬を引き止めるために残り、もう一人はドッグフードを買うために近くの店まで車を走らせた。男はすぐにドッグフードを買い戻したが、子犬は本当にお腹が空いているのだろう。必死に食べている姿のを見て本当に非常に悲痛である。母犬もとてもお腹が空いていたが、助けてくれた人への感謝の気持ちを忘れず、食べながら男性にお礼をしているように見えます。男性はこんなに物知りでおとなしい犬母がロープでぐるぐる巻きにされていると思うと、とても心が痛んだ。子犬たちがお腹いっぱい食べると男性は子たちを車に乗せて、かわいそうな子犬たちを家に連れて帰ることにした。犬を家に連れて帰った後、男の身元が明らかになり、彼らが動物保護団体であることが判明した。この団体は何百匹もの野良犬を保護し、路上で生活していた動物たちに温かい家を提供していました。救助基地に到着した後、男性は子犬たちを住みよい場所に置き、お腹を空かせた子犬たちに食べ物を与えた。救助基地の犬たちも新しい友達の周りに集まってきてとても喜んでいます。母犬は自分の子供がきちんと世話されているのを見て、男性のそばに行き、ありがとう、とでも言うような目で男性を見ていた。ここにいる犬たちはみんな一緒に暮らしています。彼らはみんな男性が勤める救助団体に救助された犬です。救助される前は悲惨な生活をしていた犬たちだから、救助基地での時間を大切にしています。お互いに食べ物を奪い合って争うこともなく、とても友好的で、一緒に遊んだり、お互いの面倒を見たりしています。かわいそうな犬たちを救うために行動を起こしてくれた親切な救助隊に感謝し、犬たちはこれからも彼らのもとで幸せに暮らせることを信じています。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。